チャンネル始まるよ。皆さんどうも、小見穂ゆきです。はい、ということで、私ね、久々にハンドスピナーで遊んでおります。半年ぶりぐらいに遊んでおりますよ。面白いね、ハンドスピナーね。あ、取れた。まあ、接触させると取れてしまう。まあ、これはあのネジ式なので回せばくっつく感じになりますけど。はい、ということで、来週日曜日、Call Me Fan Yuki ひとしスタジオ2018年、今年初のですねスタジオ、来週の日曜日行こうと思います。いや、ようやくでございますね。まあ、お互いが忙しくてなかなか時間が合わない状態で、ずっとずるずる去年の9月からずっとこう長引いておりまして、去年もあの9月以降行ってないんでございますね。なので、あの多分チキンライスとグミの声で終わってるはずなんですよね。ようやく半年ちょっとぶりぐらいにスタジオへ行きたいと思います。やる曲がですね、今のところちょっと3曲ぐらいしか決まってなくてですね、はい、その3曲をひっくるめてその日にできるかちょっとわからないんですけれども、やっていきたいのと、ですね、今回はあのゲストも参戦しております。女の人ゲストで、あのボーカルかな、やってもらう人が今ね一人います。そのボーカルの人も来てもらって歌う感じになります。で、まあそうですね、まあ、撮影とかは全部 iPhone X でやって、音源はですね、こちらですね。よいしょ、タスカムの、DR5 DR5 を使ってですね、やっていきたいと思います。24ビットで、取らさることが可能です。まあ、これにしたのが、チキンライスと海の声と、その前の「にぎわ」って曲と、あとね、もう一曲「形あるもの」だったかな、あの柴咲コウのね。4曲のみしかまだ使っておりませんので、これを今度活用して、今回のスタジオ、まあ今年初のスタジオはですね、全部こちらの音源でっていう感じになります。まあ、音質は、まあ昨年や2016年でやったスタジオよりは音良くなっているはずなので、直接こちらで撮るのでね、あのぜひね、あの音質と、まあ、撮影はそこまで変わらないと思うんですけども、音質、あのぜひぜひね、聞いてもらって、感想の方と、あとスタジオのね、あ、半年ぶりぐらいに上げてるんだっていうね、なんかその感想みたいなのもね、投稿されたらね、ぜひコメント欄にしていただければなと思います。で、お互いが時間合うときはね、スタジオね、行きたいと思っておりますので、今後ともね、コウミファンユーキーひとしスタジオ2018年、今後ともよろしくお願いいたします。まあ、動画のネタがなかったらですね、まあ、YouTube の動画投稿はねできないので、その場合ちょっと放置してることがあると思いますけれども、なんかネタね見つかり次第はね、あのボン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 上げれるだけ上げていこうと思ってますので、そうですね、あの今動画が頻繁に上がってない時は、あ、ネタがないんだなって思ってていただければなと思います。本当に今ネタがない状態です。あのですね、でもあのお子さんとかでね、こうもしなんか撮影 OK ですとかっていう人はね、一緒にコラボをして、おもちゃの紹介とかね、なんかやっていけたらやっていきたいと思っていますので、よかったらぜひぜひ、うちの子供出してみてくださいとかっていう人はね、保護者の OK があれば、私は出演していただくのが可能だと思いますので、よかったらぜひね、でゲストとして参加していただければ嬉しいなと思います。小見穂ゆきでした。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらぜひチャンネル登録していってね。またねー。